皆さんどうもこんにちは、100名でソンソンウィルアプリに潜入しちゃってきたなと思います。本日はですね、毎週月曜日深夜のお供週刊 FP 予想をやっていきたいなと思っております。先週はですね、チャンピオンズリーグベスト8セカンドリーグの試合もありましたので、チャンピオンズリーグ週刊 FP のチャンスもあるんですよね。まあそのあたりも期待しながらなんですけど、今週はですねリーグ戦の FP 予想っていうのをやっていきたいなと思っております。まあもうですねリーグ戦の週刊 FP も出せる回数限られてきてますので、コナミさん一つ言いたい、もうガンガンいい選手出しましょう。もうガンガン上振れさせて僕らを興奮させてほしいなと思っております。ということで本日はですね4月22日木曜日の週刊 FP 予想っていうのをガッツしやっていきたいなと思っております。でそう一個だけですね報告があるんですけど、実はですね先週の動画から最後にですねまとめ画像っていうのを出すようにしました。でこれすごい迷ってて、前から話してる通りね、僕の中ではこの FP 予想って結果よりもみんなと一緒に予想の過程を楽しみたいなって理由でまとめ画像出してこなかったんですけど、まあ全員がですね最初から最後までじっくり見られるわけでもないですし、本当に忙しい人とか結果だけ見たい人はですね最後の画像を見てもらえればいいのかなと思っております。まあただ動画の構成はですね全く変える予定はありませんので、引き続きですね今まで通りの楽しみ方もできるんじゃないかなと思っております。まあ画像作るのもちょっと大変なので、何回か試してみて雰囲気見て継続するか考えていこうかなと思います。ということでごめんなさい前置きあったんですけど、このままですね前回の復習からやっていきたいなと思います。で、前回の復習、このコーナーも配信しましょうか。はい、デパイプリチッチパレデスダラス、この4名正解でしたね。これヒカックの時代終わっちゃったのかと、ヒカックの予想はもうされてしまったのかと、いやそんなことはありません。必ず今日こそ7名以上の正解目指してやっていきたいなと思います。ではですねまずメインパートナーの結果から見ていきたいなと思うんですけど、バイエルミュンヘンボルフスブルク相手に3対2で勝利しましたね。そして見てください、ムシアラが2得点ということで、もうこれは無視できない活躍なんじゃないかなと思っております。で次がですねユベントス、アタランタ相手に痛恨の敗戦ということで、週刊 FP はちょっと厳しいんじゃないかなと思います。で次がですねユナイテッドですね、バーンリー相手に一度は追いつかれるんですけど終盤の2ゴールで勝利ということで、こちらも見てください、グリーンウッド選手2ゴールしてるんですよね。いやーこれ FP になったらよだれが出るほど欲しいですね。まあ少なくともグリーンウッドの2週連続のライブアップデート A っていうのはほぼ確定なんじゃないかなと思います。で最後がですねバルセロナになるんですけど、こちらですねリーグ戦お休みでコパデルレイの試合があったんですよね。こちら決勝だったんですけど4対0で勝利して見事優勝、おめでとうございます。これマジでめでたいですね。まあただライブアップデートはですねリーグ戦のみになりますので、 FP やライブアップデートへの反映っていうのはないんじゃないかなと思っております。ということでまあ今週のメインパートナーに関してはユナイテッドとバイエルンから1人ずつ、そんな感じの予想が無駄になってくるんじゃないかなと思います。ということで次はポジション別に見ていきましょう。はい、今週のですねフォワードのラインナップこんな感じですね。はい、ピックアップ3名なんですけど、まずはヘントからヤレメチュク選手ですね。ヘントはですね今週7対2で大勝ということで、その中で2ゴール1アシストと大活躍してマンオブザマッチも獲得したのがこのヤレメチュクですね。まあ選出可能性としてはかなり高いんじゃないかなと思っております。でもし来てくれたらですね FP 初登場になるんですけど、はい、通常の能力値がこんな感じですね。はい、得点能力フィジカルあって、ポストプレイヤーにしてはですねスピード瞬発もあるんですよね。なので強化度次第ではですね結構良くなるんじゃないかなと思っております。で次がですねレバークーゼンからベイリー選手ですね。はい、ケルン戦で全得点に絡む2ゴール1アシストということで、爆速ドリブラーのスーパーサブ今週あるんじゃないかなと思っております。で特にですねレバークーゼンってウイレがですねブンデスリーガーでライセンス持ってる数少ないクラブなんですけど、最近なんか週刊とか CS とか全然来てないんですよね。はい、なのでそのあたり考えるとそろそろ選出されてもおかしくないんじゃないかなと思っております。まあベイリー来たら完全にやベイリーって感じですよね。はい、で3人目のですねピックアップがユナイテッドからグリーンウッドですね。正直これは F 格上げていいんじゃないかなと思っております。まあ CS では複数回来てるんですけど、週刊ではまだ未登場なので、週刊のグリーンウッドどれだけヤバくなるのか見てみたいですよね。でこちらがですねユナイテッド CS のグリーンウッドなんですけど、はい、スーパーサブ効果なくてもですねオフェンス系数値軒並み90超えてきますし、ドリブルとかめちゃめちゃしやすそうですよね。でしかもですねスパサブ以外のスキルもいいですし、逆足44も大きな強みということで、いやーこれ週刊の強化加わったらどんな風になるんですかね。もうそれを妄想するだけでニチャニチャしちゃいますよね。間違いなく来てくれたら今週の最注目選手になるんじゃないかなと思っております。であとはですね期待枠でムバッペケインあたりがですねまたライブアップデート良くなりそうで、ワンチャンで
ですね、習慣も全然ある活躍ですよね。まあどっちかだけでも来てくれたらさらに激アツの増してくるんじゃないかなと思っております。であとはですね、アルゼンチンリーグのねテベスだったりとかラファエル・サントス・ポレ選手だったりとか、この辺りから1人ぐらい来る雰囲気もありますので、まあこの辺りも要チェックって感じなんですが、ピックアップはですねこの3名でお貸していただきたいなと思います。ということで次はミッドフィルダー行きましょう。はい、ミッドフィルダーはですねもう悩みに悩んだ、もう75時間ぐらい悩んだんですけど、今回まずはアトレティコからジョレンテ選手ですね。ただこれ先に言わせてください、アトレティコで言うとジョレンテ、コレア、カラスコ、マジで誰が来てもおかしくないんですよね。はい、ジョレンテが2ゴール、コレアが2ゴール1アシスト、カラスコが1ゴール2アシストと全員が週間来てもおかしくないレベルの活躍なんですよね。まあワンチャンアトレティコから2名選出とかもあるんじゃないかなってレベルなんじゃないかなと思います。まあ評価点なんかもすごいことになってますよね。まあただその中でもマウスマッチを獲得したジョレンテっていうのを今回ピックアップにしてみました。そして強気の F 格行かせていただきたいなと思います。まあ少なくともアトレティコのさっきの三重士の中から一人は F 格なんじゃないかなと思っております。でしかもジョレンテは昨日タイムリーに動画あげたんですけど、4月頭のアップデートで黒昇格してるんですよね。まあそのあたりも含めて考えるとめちゃめちゃ楽しみなんじゃないかなと思っております。で2人目がですねビジャレアルからチュクウェズ選手ですね。はい、2点目の完璧な抜け出しからのゴールすごかったですね。まあこの選手に関しては難しいラインではあるんですけど、マンオブザマッチなんかも考慮してピックアップ選手に選ばせていただきました。はい、そしてですね3人目、もうこの話題で5分ぐらい話しちゃうんじゃないかなと思うんですけど、バイエルンのムシアラ選手、ボルフスブルクとの上位対決で2ゴールのマンオブザマッチ、これはねメインパートナーってこと考えると F 格上げたいんじゃないかなと思います。いや F 格であってほしい、いやF 格頼む、もうそんな感じかなと思っております。でこちらがですね一度チャンピオンズリーグの週刊 FP で出てきたムシアラなんですけど、もうさ改めて見てもとんでもない能力してますよね。オンラインでも結構使われるんですけど、かなり脅威な印象はありますね。はい、スーパーサブ持ちかつスパサブ以外のスキルもめっちゃ優秀なんですよね。まあ最近ですね強化度も上がってますし、改めて週刊できたらかなりヤバいんじゃないかなと思います。次回ムシアラを比較ガチャで当てるということで、まあ来たら間違いなく比較当てられると思いますので、木曜日のガチャ動画楽しみにしていただきたいなと思います。これで来なかったら逆に悲しいですけどね。はい、で最後のですねピックアップの枠はカリアリからガストン・ペレイロ選手選ばせていただきました。いやーこの試合すごいですよね。パルマ相手にですね4対0で勝利したんですけど、ロスタイムの2ゴールでカリアリが大逆転したんですよね。しかもですね64分に途中投入されたガストン・ペレイロが2ゴール1アシストと、もう完全に主人公になっちゃってますよね。まあスキル追加枠も余ってますので、スーパーサブ追加結構期待できるんじゃないかなと思っております。てかさ、もしさグリーンウッドもムシアラも来てペレイロにもスーパーサブついたら、今週スパサブすごいことになりますよね。もうこれだけでニチャニチャできるんじゃないかなと思っております。まあピックアップこんな感じですかね。まあ期待枠で言うとエバートンのシグルズソン選手なんかも十分あるかなってところですかね。はい、ということでディフェンダー行きましょう。はい、ディフェンダーとですねゴールキーパーは結構サクッとした感じなんですけど、ディフェンダーはですね候補選手が結構少なかったので、もう候補イコールピックアップみたいになっちゃいましたね。はい、まずはマルセイユからリロラ選手、ロリアン相手にですねディフェンダーながら2ゴールの活躍で、まあロスタイムでの勝ち越し弾だったこともありますので、今週のディフェンダーだと一番可能性高いですね。はい、で2人目はですねウルブスからサイス選手ですね。はい、得点やアシストには絡んでないんですけど、クリーンシートでマンオブザマッチも獲得ということで FP 初選出あるんじゃないかなと思います。で最後がですねアタランタからパロミーノ選手ですね。この試合ですねユベントス戦ということで、かなりね重要なマッチングだったので、1人は来るんじゃないかなと思ってる中で、まあ決勝ゴールのですねマリノプスキもあるかなって思ったんですけど、まあこの大事な一戦でクリーンシート MOM ということでパロミーノ選出させていただきました。まあ今週のディフェンダーはですねめっちゃ激アツって感じではないかもしれないですね。どちらかというとミッドフィルダーとフォワードに期待、そんな週になるんじゃないかなと思います。ということで皆さんお待たせしました、最後ゴールキーパーの予想いきましょう。はい、ゴールキーパーもですねちょっと候補少ないんですけど、もう今週は強気のクルトワ予想いっちゃいたいなと思っております。ヘタフェ相手にですね19本のシュートを上げながら無失点ということで、まあ結果は引き分けではあったんですけど、まさに守護神、そんな活躍だったんじゃないかなと思っております。というところで、まあ強気とは言ったんですけど、週間に選出されても全くおかしくない活躍ですよね。まあ今週はねクルトワが来るとはとは言いません、ドアが来ます。本日も対戦よろしくお願いいたします。ということで今週のですね週刊 FP 予想以上で終わっていきたいなと思っております。なんか久々にですね胸が高鳴る週刊 FP になるような予感がしてますので、ワクワクしながら目標に待っていきたいなと思います。いいな、参考になったな、ワクワクしたと思ったらぜひ高評価チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングの課題書いてますので確認してみてください。これから明日の CS 動画の作成に入ります。精神と時の部屋に入りたい。ありがとうございました。